ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよ。そうですか、それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早う医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や？野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところや。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や？あんた、新選組にはもう長いのか？ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして？つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことが？そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したるわ。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ。
長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強ない奴は遅かれ早かれ殺される。強い奴だけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だがあんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん。いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからにはもっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いなあ、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの、一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう。今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの理心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。やめろ掃除。
わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。ノエ、納得いったか、ソウジ。何も言や、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所ではなんです。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の離心流はどうやった。まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢かもか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあ、お前は知らんでもよいことや。俺もつまらんこと言うたわ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか。いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。
ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理神流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理神流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理神流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためには、ね、斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では。はじめ。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。
をしてるんだ、お前。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並の穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか、斉藤はじめ君。副長、局長は。近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織、その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に何より敵に姿を晒し続けてこそ部下も己の命を張る気になるっちゅうもんやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。
君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに、土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとしている。なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや、実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か、掃除。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。遅刻とはけしからんの。もうすぐ来るはずだ。来たな。こちらへ。掃除。ああ、はいはい、揃ったな。皆、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君、三番隊隊長の斉藤はじめです。以後お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか。谷、
ずいぶん肩を持つじゃねえか、長倉さんよ。いくらもらったんだ？え？それとも女か？お前と一緒にすんなや、ゲスが。え、相変わらず堅物だね。俺たち今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもいいわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんか。隊の訓練が控えとるんで。隊の訓練ね。何笑うとんねん、佐野助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊りも味わってみるか。幹部会だぞ。余計な口を開くな。佐野助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小獣とが。斎藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい、じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ、俺。いいでしょ、土方さん。東堂、日和見だ、お前は。あ、ひどいな、松原さん。助け舟出したのに。どうです、土方さん。いいだろう。では、斎藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ、明日。それともう一件。先般、隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩、大気に基づき、切腹に処した。切腹。山並さん殺しちゃったんですか。どういうことすか、副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして。俺らって佐野助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか。うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子。局長の近藤がいないのもいつも通りか。
ああ、伊藤も言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。そうか。長い道のりになりそうだ。